こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、吹奏楽部のですね、河合部長と、横山さんに来ていただきました。吹奏楽部はですね、3月28日に、東京の文京シビックホール大ホールで行われました第9回シンフォニックジャズ&ポップスコンテストにおいて、なんとですね、金賞グランプリということで、これ実質2位と、全体の2位ということで受賞されました。それからですね、で、横山さんはですね、トランペットを吹いていらっしゃるんで、ソリストなんですけども、そこでなんとですね、ベストソリスト賞を受賞されたということで、まずおめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、部長。まず、この金賞グランプリというところで、こう率直な今の感想を聞かせてください。はい。このコンテストには4年連続で出場しているんですけど、年々一つずつレベルが上がっていって、で今年目指してた金賞とグランプリというのをやっと受賞することができて、もう本当に嬉しい気持ちです。ああ、なるほど。もうやっと取ったぞみたいな気持ちなんですね。どうですか、ベストソリスト賞ということで、これ本当に個人の能力というかトランペットの技術すごく高く評価されたのかなというふうに思うんですけども、それ選ばれた瞬間というのはどんな気持ちでした、横山さん。はい、私ですね、今3年生なんですけども、このコンテスト4回目ということで、僕1年、2年、3年って3回ソロを吹いておりまして、で、まあ、初めて取ったわけですけども、やっと取れたなと、大変嬉しい気持ちでしたね。今回ですね、手応え的にも自分が一番できた年でして、手応えがあった時に評価されたっていうのはすごい嬉しいです。あ、もう自分がこうやりきった、やれたぞっていう中で、それがきちっと評価していただけたと、はい、実は恥ずかしい話なんですけど、終わった後は賞とかはすっかり忘れてたんですよね。あ、賞あるコンテストやったんやと、もうすごい十分満足いく演奏が初めてできたので。じゃあ、はい、こうアスリートでいうとこのこうゾーンに入ってたみたいな。あ、そうです、ゾーンに入りました。イメージで、はい、もうそんなことは後のことなんて全然忘れてるみたいな、とにかく今の演奏を集中するんだみたいな。あ、でも大体そういう時って結構いい結果出たりしますもんね。はい。あ、じゃあもう本当に3年越しというか、3度目の正直というのもぴったしな受賞ということで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。でちょっとね、まあ、当日のことなんかちょっと聞いていきたいと思うんですけども、関西大学吹奏楽部はですね、まず2つの、曲といいますかをやられまして、まず課題曲として Catch That Slay Rabbit ということで、この1つの曲ですね、愚かなネズミを捕まえろということだと思うんですけども、それから自由曲としてミラージュ3より、第1楽章と1楽章か、この2曲をやって、こう全体ではですね、金賞グランプリを獲得したということで、どうだったんですか、実際こう、まあ、練習もずっと来てきて、ちょっとね、練習できない、コロナできないという期間もあったかなと思うんですけども、実際当日のこう出来とか、こう皆さんの様子とか、どうだったんですか。そうですね、やっぱり例年よりも時間が取れてない中で、毎年は本当にこの2曲に全てをかけるぐらいの勢いで練習するのが、今年はほとんどこの練習できていないので、まあ当日の本当に直前まで、直前、本番直前のリハーサル室まで、みんなの不安な表情は残ってたんですけど、まあ本番になるとやっぱりもう本番やっていう気持ちで、みんながもうなんか弾けてというか、本番をめっちゃいいやんっていうのを私も一緒に演奏しながら思ったぐらい、本番はみんな弾けて楽しそうに演奏していたのがすごい印象的でした。なるほど。じゃあ本当にこう本番前は実はむちゃくちゃ緊張してたみたいなちょっと硬かったみたいな、はい、あ、でもそんな中でこうパッとある意味こうよしやるぞ切り替えれたっていうのなんかあるんですか。そのままずるっと入ってしまう場合もあるじゃないですか。あ、やっぱちょっと緊張したなみたいな、やっぱりなんか考えます。そうですね、一つは久しぶりにお客様の前で演奏したっていうのが、これお客さん入って、はい、あ、すごいな。1年ぶりにお客様の前で演奏したっていうのがあって、舞台に上って客席にお客様がいるっていう光景が本当に久しぶりだったので、それもあったのと、もう一つはやっぱ伊勢音楽監督の、指揮を振る前のみんなに何よしやるぞっていう表情がみんなの空気を変えたんじゃないかなと思っております。もうこの伊勢音楽監督の指揮パッと見たときにみんなであっやるぞみたいな、はい、やっぱすごいですね、そういう意味では伊勢監督も。なるほど。どうですか、横山選手は、まあ、一人で、まあ、ソロの部分も当然あったと思うんですけども、こう自分の出来というかこう全体緊張から入ったって意味だね、河合部長からありましたけども、どうでした。はい、
僕だけではないと思うんですけど、すごいタイトなスケジュールの中でみんなね、うん、結構夢中でやってた感じがあって、それは練習も夢中やったんですけど、実際本番はもう確かに緊張はすごかったんですけど、もう本当さっきゾーンに入ったみたいに、みんなが先生のことを信じて、みんなのことをお互い信じてやりきれたのが良かったのかなと思って、本当本番はすごい楽しく演奏することができたので、それは忙しいなりに夢中になれたのが良かったのかなと思います。なるほど。でもなんか手応えもあったみたいなね、先ほどね最初お話しされましたけども、やっぱその通りのなってベストソリストと、はい、いうこと。関大からこの大会で取ったことは以前ある、初年度の時に1人取っておりまして、あ、第1回。そうです。あ、すごいな。ソロソリスト賞は2回目ですね。あ、じゃあ久しぶりの。そうです、3年越しからなんです。あ、すごいですね。なるほどなるほど。その中でこうベストソリストも取って、全体でも2番ということで、これ2番というのもすごくてですね、まあ、中学校、高校、大学、一般と、で団体では18団体ですか、はい、その中から、まあ、本当にこうレベルの高いと思うんですよね。それがよりすぐ全国大会ですから、で勝ったということ、本当に素晴らしいなというふうに思うんですけども、どうですか、先ほどあの、ね、伊勢音楽監督という話出ましたけども、まあ、指揮をされているということで、実は昨日、これ3月31日、今日3月31日です。昨日までで一応関西大学の去られるというところ で要は伊勢さんが指揮を振る最後の大会でもあったということだと思うんですけども、河合部長どうですか、そういう意味で。まあ単純に寂しいという気持ちもあったんですけど、うん、あの最後の本番がこの大会ということで、まあ、大会であのお客様もあの先ほど言った通り、あのお客様に久しぶりにあの私たちの音楽を届けられるという本番で、かつあの今年はその大会、この大会も初めて配信ということに取り組んで、ライブ中継、はい、あ、そうだったんですね。まあ、いつも東京に全国大会行ってても、まあ、なかなか見に来れない私たちの家族や、うん、まあ、あの OB さんなど、まあ、知り合いの方にもあの私たちの本番を見ていただけるという状況で、まあ、最後伊勢先生と あの本番を迎えられたのは、あのすごい最後の本番では良かったんじゃないかなと思っています。まあ、その最後の本番で本当に最高の結果を残すことができたと、本当に喜びもひとしおだったかなと思うんですけども、どうですか横山さん、どうですか、あの伊勢音楽監督からの思い出というか、一番なんかこういう指導を受けたとか、これが印象残ってるみたいな、ちょっと1つ2つ教えてほしいなと思うんですけど。はい、昨年一昨年もですねソロを吹いてる中で、実際先生からすごい期待をいただいていたんです。でも前まではそのソリスト賞は取れなくて、で今年初めて取れたのがすごい嬉しくて、だから先生最後の時やったので、何それを見てもらえたとかプレゼントできたのがすごい嬉しくて、あの結果が出た時には先生と抱き合って喜び合いました。ああ、やっぱ本当に嬉しかったんですね。はい、嬉しかったです。でこれ実はその伊勢音楽監督も確かソリストというとトランペットでしたっけ。あ、伊勢先生はトロンボーン。トロンボーンか、はい、なるほど。僕実はあのコラシック一回ちょっと聞いてたことがありまして、まあそういう、まあこれはちょっと余談ですけども、あ、そうか、ずっとこう伊勢監督からも期待を持たれて、そうです、でやっと期待に応えることができました。やっと答えれたと、はい、でもそれが最後に最後でと、3度目の正直ですよね。そうです。はあ、やっぱなんかこう今までこうやってきたことがこうやっぱ積み重なってしっかりで、こういう結果出たんだなということで、僕も、ね、ちょっと今話を聞いてすごく特に嬉しくなったんで、また本当に頑張っていただきたいなというふうに思いますけども、どうですか、まあ、この賞を取ってですね、また4月から、まあ、明日から4月なんですけども、まあ、学年も1つ上がって2人とも4年生で一番上になります。どうですか、まあ、2021年、まあ、シーズンといいますかを どういう目標、どういうことをやっていきたいか、どういう目標を持っているかみたいなのをですね、それぞれちょっとお話しいただきたいんですけど、どうですか、もちろん横山さんからも聞きましょうか。はい、私はソリスト賞を取ったので、次はちょっと 後輩育成に力を入れようかなと思ってまして、僕の第2第3の後輩がそのジャズだけではなくてあのクラシックでも賞を取れるような感じで、指導していたいけたらいいなと考えてます。誰かこうあれいるんですか、その後輩の中でもちょっと生きのいい選手っていうか、もちろん着々と進行中いる、はい、具体的にはちょっと、あ、それは言わない方がいいかもと、はい、なるほど、結構みんなに来てしておりますので、まあ、あ、そうなんですね。そうです、着々とあの都度をつけては育てております。あ、そうですか、はい、なるほどなるほど、これもまた楽しみですね、来年も、はい、
で、どうですか、部長としては、本当に全体、まあ、いろんな活動ね、あるじゃない、去年も松田部長がね、去年、まあ、いろいろやって、矢井田さんとか、あと、ジョイントコンサートみたいな、まあ、やったりとかありましたけども、どうですか、何かこう、今年、なんかやってみたいなとか、チャレンジしたいみたいな、なんかお考えありますか？そうですね、まあ、去年はやっぱりコロナの影響であれもできないこれもできないっていうことに直面した年だったかなと思うんですけど、まあ、今年はそれを経てその中でも何ができるのかどこまでできるのかっていうのが今年求められていることじゃないかなと思うので、まあ去年の経験を糧に今年もっともっといろんなことにチャレンジして、でそのチャレンジするのもポジティブに、まあ、どれだけ私たちの音楽を多くの方に届けられるのかっていうのをポジティブに考えて、今年も1年さらに成長できるように頑張っていきたいなと思っております。なるほど。でもその音楽ってやっぱこうやっぱ不思議な力というか、やっぱ元気になったりするじゃないですか。ちょっと歌を聴いたり音楽素晴らしい音色を聴いたりみたいな、そういった意味でその今コロナ禍でどうしかというと社会がちょっと暗くなる中で、ね、ちょっとこう本当明るいするような、なんかそんなこう演奏だったり活動になったらいいなというふうに期待しておりますので頑張ってくださいね。はい、でもう一つその、まあ、吹奏楽部応援団もあるんで、なんかスポーツ応援みたいなところもやっぱり大事な活動の一つかなというふうに思うんですけども、カイザーズもうすぐもう野球も今週始まって、もう準行式があったりとか、当然、まあ、どれだけ今年やれるかはね応援わかんないんですけど、おそらく吹奏楽部が活躍する場っていうのも、まあ、あるのかなと思いますけども、どうですかスポーツ応援に関しては何か考えたりとか思いみたいなとこ何かありますか？そうですね、実は野球応援は吹奏楽部は受けないことがもうガイドラインで確定してしまっていて、そうなんですか。だから例年のように球場で私たちの音楽を届けるということは、まあ、できないんですけど、まあ、その音楽が届けられないにも私たちに何か応援届けられたらなとは考えています。あ、なるほど。やっぱちょっとまだコロナの影響というのがあるんですね。だからなんかこうちょっと工夫してね、なんかいろいろできるような形になればいいなというふうに思いますけども、なるほど、まあ、そっちの方もねぜひ本当にカイザーズの後押しというか、本当それはすごく大事だと思うんで頑張っていただきたいなというふうに思います。でですね、今日はですね、吹奏楽部の、河合部長と、横山選手に来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。